初めましての方は、はじめまして、そうでなくては、こんにちは、こたつです。ファクトリーをやっていきましょう。実はですね、ちょっと撮影の方が失敗して、前回の次にですね、なんだっけ、掘削機を並べておいて、並べるという流れをしようと思ってたんですけども、そちらの撮影がですね、うまく撮影されてなくて、もう、できてしまいました。ね、ここちゃんと、掘削機も、置いて、でこんな感じにして、でタレットはちょっと玉がまだ足りないところが多々ありますけども、まあ、こんな感じで、なっております。なので今回はもう玉を作るラインを作ってやろうかなと思います。ポン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 、ちょっとコピーしてやりたいところなんだけど、まだブルーシートがないんでね。で、よいしょ、よっ、違うわ、こうか、よっ。さあ、こっから今度は出す方をして、これここの壁の外に作ってて絶対襲われるよね、襲われるよね絶対。よし、これで1個目ができた。でこれを普通の玉用にしてやって、で今度次が掘削機じゃん、鋼材を作るようにしてやるようにして、さらねばいけないですね。何がいる？とりあえず高速搬送ベルトがいりますね。なのでちょっとギアをいただいていきます。で、こうして、こうして、こうか。で、4つ開ける。1、2、3、4。こうか。で、よいしょ。ない。あ？今度どこ？あ、そっち。あ、やべ、壊されてる、まだ。やばい、行かないと。やばいやばい。いやー、レーダーが壊れた。ちょっと待って、車で行くか。あ、痛い痛い痛い。行きまーす。壊されとる。オッケー。あれ、車どこ行った？あった。あー、どうしようかな。そこのバイター駆逐しとこうかな。なんかそこに見えんだよな。
向に見えんだよな。そこに見えんだよな。イエーイ、イエーイ、イエーイ。うわ、でけえのいる。やばい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 。やばい、やっちまったー、やっちまったー、やっちまったー。どうしよう、どうしよう、取りに行くの大変じゃねこれ。大変じゃないこれ、取りに行くの。やり直し、時を戻す。危ない危ない。オッケー、これでオッケー。いやー、ちょっとあれだね。こう、バイターのとこ行くときにはもうセーブしなきゃいけないですね。ね。うん。で、弾を入れといて、で、で、セーブ。オッケー。じゃあ行きましょう。ブーン。いた。ちょっと待って。しょっぱなからやられていいの。行くぜー。あ、そっちやった。へい。よっ。イエーイ。オッケー。今度待って、これなんか中型じゃねこれ、ワーム。マジか、中型で始めたか。で、どこ、あ、俺の車ね。はい。オッケー。ふぅ。痛い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 。オッケー。さあ、専念できますね。これでまたちょっと。よし。で、そうそうそう。これは、大丈夫。ぶつかりにくない、ぶつかりにくない、ぶつかりにくなって、って、って。危ねえ。で、ここ、電柱を。こんな感じ？で、これを鉄をどっから、こっちから流すようにしよっかな。とりあえずあっちのをもらうようにしよっかな。またなんかどっかやられてる、どっかやられてる、どっかやられてる、どっかやられてる。大丈夫か、怖いわ。あー、やばい。あー、もう、違う。オッケー。よし、これでこっちに流れるようになるね。んで、これで鋼材ができた。で、あと何持ってこなきゃいけなかったっけ。鉄、じゃあ銅板、銅板、銅板持ってこないといけない。よし、じゃあこれを、かな。5個ってなるとちょっとあれだな、幅食うな。幅いるなこれ。
こんな感じ？こんな感じ？変な感じ。でかさが全然違うんだな。よいしょ。鉄2箇所になるようにしなきゃいけないんだよな。どうしよっか、どこで分散させるか。ここでするか。またちょっとあれだな、入り組んでしもったな。また悪い癖が出てきたな。で、今度はこっちだな。違う。で、こうか。まだ結構いったな。で、さあ電気を流してみましょうかね。よっ。これで鉄玉までと鋼材までができました。あとは銅板があって、であれだな、組み立て機何個ぐらいで作ろうかな。10個ぐらいいけるかな。そこまで玉が持つかな。全然できない。OK。これぐらいあればいいでしょう。何個いるんだっけ？4枚か。全然あれだな。全然、ちょっと半分ぐらい。一気にもうちょっと出してもらわな困るから。
で、組み立て機があれ？ここで、どうしようかな。この辺で何個いるんだったっけ。一番多いのが銅だから、銅が一番近いところにないといけないな。銅が一番近いところに、違う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 、同じで4つぐらい。で、鋼材。玉。まだまだいる。まだまだいる。まだまだいる。出すとこもいるんだ。出すとこ。で、これで OK。待って、なんか食らってる、なんか食らってる。大丈夫？じゃあちょっともうちょっとまた高速。よし、これでできるね。とりあえず貯めるようにしとこうかな。まださすがに流すほどの量がないんで。え、なんかめっちゃ食らってる。大丈夫か。なんで木のチェストがこんなになんだ。ああ、さっき言ったこのあれか、おとりのやつか。で、ここをやられないようにしとかないといけないね。さすがにここを襲ってこないでしょ。かなり食らってた。これか。でもやっぱ多少分散させることによってだいぶ変わってはいるのかなと思いたいな。わあ、だいぶやられてんね。OK。はい。
ではですね、一応玉のを作るのはできました。あとはこうね、ぐるーっと回すようにできたらなぁと思います。はい、なのでちょっとここのまず壁をこっちまで来るようにしてやりたいなぁと思っています。はいね、まずここを守ってやらんと、ここを食われたら元も子もないでね。はい、やっぱ遅いな。あ、やべ、リセットしちゃった。よいしょ。でもね、こうだいぶ溜まってるんで、全部に行き渡る方ぐらいは作れるんじゃないかなと思います。わかんないけどと安易に考えております。さあね、これは次回ぐらいには、次回とちょっと当分先、次回はですね、ここの壁を作り直したり、タレットをねもうちょっと増やしたりして、いけたらなと思います。はい、ということでまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。